Hi guys, it's John. Welcome back to another dose. 今日なんですけども、今日は僕が実際にどのようにして Notion というアプリを使っているかについてお話ししたいと思います。この Notion というアプリなんですが、結構最近日本でも結構流行ってきていて、実際にスケジュールを組むだとか、勉強のノートの代わりに使っている方が多いと思うんですけども、その中でも今回は僕が、暗記をする際、その物事とか、知識を暗記する際にすごい有用な、一つの tips ということについてお話ししたいと思います。で、それを見つけたのは今回先日僕が受験したアメリカの国家試験で、USMLE というものがあるんですけども、その際にこの絵を使えば、一問一答式の、暗記っていうのができて、またいろんなテスト勉強に使えるなというふうに思ったので、今回シェアしたいなと思いました。で、これは今回のこの試験に限らず、皆さんが受ける、学校の試験だったっていうのにも、使えると思いますので、ぜひ、この動画を見て活用していただければなというふうに思います。それでは行ってみましょう。それでですね、結論からお話しすると、今回、使用する、一つの tips っていうのは、このトグルリストっていうのがあるんですね。これをすると、いわゆるタグみたいなもんなんですけども、そうすると、これを使うことで一問一答式の問題が実際に作れるなというふうに思って、これを実際にいっぱい作ってみたんですけど、そうするとすごい、最後の追い込みだったりとか、自分が覚えにくいところに対して、すごく有用だなというふうに思ったんで、ぜひ実際に皆さんも使ってみてください。次にですね、実際にどのように、僕がカードを作ったということについてお話ししたいと思います。今出てるように、僕は左側に、画面左側に教科書、で、右側にこういうふうにノーションっていうのを置いて、で、自分が覚えたいなって知識が出てきたら、まずトグルリストをこういうふうに作ります。そして、例えば、この画面だと、これは糖尿病に関して、どのように、糖尿病がどういう病態で、どういうふうに診断をするかっていうのがあります。なんで、例えば、ここに、糖尿病。で、診断について知りたかったら、スト押します。それでですね、このようにトグルリストを開いていただいて、で、ここの写真を撮るんですね。写真を撮って、それでここのトグルリスト内に、このようにトグルリストに入れていただいて、消すと。そうすると、例えば、この問題だと、どのように糖尿病を診断するかっていう風な問題だから、それを考えて答えて、で、こういう風に画像の中にこういう風に入れられるという仕組みになっています。他にも、さっきお見せしたように、画像も文章も入れれるので、こういう風に使うことで、最後の追い込みだったりとか、日頃の暗記、テスト勉強の暗記に使えるなっていう風に思ったので、今回シェアさせていただきました。皆さんもぜひ、これがいいなって思ったら、サブスクライブと高評価の方をお願いします。So, thank you guys for watching this video, and if you like this video, please drop a like and don't forget to subscribe my channel, and I catch you guys in the next one. Peace! It's a celebration, baby, if you wanna spit a bottle with me, we could wrestle in our clothes. Laugh until our stomachs look like 8-pack muscles.